おはようございます。今日は3日目ですね。8月の19日土曜日です。本日はですね、特に予定は午前中何もないので、タイムズスクエアのあたりをぶらぶらと歩いてます。午後はキンキーブーツを見に、行きます。ですので、午前中はちょっとですね、まあぶらぶらと歩くだけというそういった感じです。この、おなじみ M&M's のですね、建物に入っていきます。中は多分撮影できないんでここでおしまいね。いやでもすごいですね、このサインばっかり。このきらびやかさには驚かされます。こちらですね、いまだにものすごい人気で、一席あたりがやっぱり、まあ、800ドルぐらいすると言われてますんで、ですね、まあちょっと手の出ないミュージカルの一つですね。でもいつかは見たいな。こちらですね、ものすごい大ブームです。いや大ブームのミュージカルですね。こちらがステージドアですね。あ、この方は多分キャストなんでしょう。一度は見てみたいものです。いいですね。これからですね、お昼ご飯を食べて、そしてキンキーブーツを見て、それから、夜のフライトですね。でトロントに行きます。明日からはトロント、そしてモントリオールと、2つの都市を回っていく予定です。ランチはですね、ホテルの目の前にあるこのタイ料理 QI っていうんですかね、こちらで食べてみたいと思います。では行ってみます。まずはアピタイザーです。いかがでしょうか。どうですかね、ちょっと、まあ、インスタントっぽい、そんな雰囲気を感じますけどね。おいしい。じゃあ僕もちょっといただいてみます。そしてこのパイナップルのチャーハンと、アドタイですね。まあ美味しいって言ったら美味しいんですけども、どうですかね、いつも行ってるところの方が美味しいような気がしますね。料理をランチに食べて、あんまり美味しくなかったですけどね。次の2時からのですね、ミュージカルを見る前にちょいとこちらのハミルトンショップに寄っていこうと思います。おそらくこれはオフィシャルショップだと思いますね。中に入ってちょっとグッズどんなのが売ってるのか見てみようかなと思います。これハミルトンさん、あ、いいですね、これ、これ欲しいな。はい、ではこう入ってみましょう。ショップすごいですね、ものすごい人ですね。入場制限かかってましたね。本日は T シャツと、あとはポストカードをお買い上げでした。さて、これからじゃあ、2本目のミュージカルキンキーブーツ見に行きたいと思います。キンキーブーツですね、わ、すごい人がもう並んでますね。2時からの開門っていうのかな、なので、こちらの方で一番最後はこの辺かな、ずっと後ろですね。とりあえずまあ並んでおきましょう。5分くらい並んで、それでまあ列動いてますけども、これから中に入っていきたいと思います。楽しみですね。では行きましょう。今キンキーブーツ終わって見てきましたけども、やっぱりいいですね。僕はこの、ショーが一番好きです。ノリノリです。
ですね、さすがシンディーローパーの曲っていう感じでした。ではこれからまたニューアークエアポートに戻って飛行機に乗ってトロントへ行きます。ではですね、今来たんですけども、多分1個前のバスはいっぱいなんで次のバスで行くことになりそうです。まあ15分かそんなものの間でバス走ってると思うんでね、まあすぐ来るでしょう。あ、待ってます。今バスに乗れました。30分くらい待ちましたね。これからまたニューアーク行きますけども、バスで、まあ、30分はかかるでしょうね。こっちに来るとき30分だったんだけども、空港に行くときはどれくらいかかるかは分かりません。疲れました。では今ちょうどバスから降りてですね、ニューアークのエアポートターミナル A に着きました。これからまあ、4時間くらい時間あるんでね、ゆっくりとチェックインしてご飯食べて、トロントの方へ行こうと思います。ではレッツゴー。早いんだけどももうターミナルの中に入っちゃいました。9時30分の飛行機ですね。夜の9時30分、セキュリティを受けて、それで今空港のですね、もうゲートの前までやってきました。ここでもう晩ご飯を食べて、行こうかと思います。まあこちらのターミナルには1箇所しか食べるところがないんで、適当にもう、食べていこうかなと思います。9時35分です。これに乗って、トロントに行きます。今日はでもいい天気ですね。トロントのヤソン空港に到着です。ただいまはですね午後11時半ぐらいですね。結構眠たいです。今日は、このまんまもうホテルに直結、あ、ホテルじゃないや、空港に直結したですねシェラトンホテルに、1泊2泊するのかなこれから、ここを拠点に、トロントをちょっと見ていこうかと思います。ということで今日はこれにておしまい。今日はやっぱりこれでは終わりになりませんでした。シェラトンホテル到着ですね。さすがにトロントの空港はまあ大きいだけあって非常に広いですね。今からこちらのですね、エアポートに直結したホテル、こちらでチェックインを済ませて、お部屋に行きます。はい、ではちょっとこちら見てみたいと思います。あ、ちょっと暗いですね。でも、暗い中にもいい雰囲気の漂ったそんなお部屋ですね。今日からこちら3泊です。先ほどは2泊と言いましたけども実は3泊でした。では楽しみな外の景色を。あ、すごい飛行機がいっぱい見える。すっげー嬉しい。これなんだか子供に帰ったようなそんな雰囲気です。